皆さんこんにちは、のばなーです。今日も皆さんにドイツでの暮らしの風景をお届けしたいと思います。今日は年に一度の婦人科検診、その後買い物もするのでリュックサックの準備をします。普段はこのクロスボディバッグを使っているのですが、このバッグ、ハンドバッグとしても使えてとてもスマートです。普段使いのできるカバンと、来年日本に行くためにリュックサックを探していたら、なんとガストン・ルーガさんからお声をかけていただきました。基本的にサステナブルなものを買いたいので、このリュックとクロスボディバッグが届いた時はとても嬉しかったです。これからの季節、ドイツは本当によく雨が降ります。ヴィーガンレザーで防水なのがもう最高です。でもサステナブルやフェアトレードの商品って基本的に価格設定が高めですよね。なので毎回毎回は買っていられないというのが正直なところではあります。皆さんはどうですか？買い物をするときに、この商品が誰に、どのように作られ、どのような過程を経て、どのようにここに運ばれてきたのか考えたりしますか？私たち消費者がどの商品を手に取るのか、それによってこれからの地球の在り方が変わるんだと信じています。ちなみに以前はマリメッコのリュックを持っていたのですが、残念ながらチャックが壊れてしまいました。これからはこのリュックにトトロをつけてお出かけします。クーポンコードがあるので、利用したい方はぜひ利用してください。子供たちが起きてきました。朝ごはんの準備をします。トースターを断固として買わない私ですが、この方法だとずっとそばにいないといけないのが実は面倒です。でもどうしてもキッチンに物を増やしたくないんですよね。ここまで来たら病気かなと、たまに自分を疑ったりしてます。なんでこんなに物を持ちたくないかというと、視界から入る情報量を少なくしたいんですよね。情報量が多いと頭が疲れてしまうんですよね。朝はよく動くので、もう一枚トーストをいただこうと思います。味は違いますが、この会社のスプレッドもオンラインショップのノバナセレクトセットに入っています。子供たちのお弁当を作ります。このお弁当はお昼ご飯ではありません。最近は安いのでよく果物を入れています。ゴールドキウイも1つ45セントの時に買いだめしています。娘を幼稚園に送ってきました。今から婦人科検診のために電車で街中まで行きます。今日は後で雨が降るみたいなので、最近買ったお気に入りの長靴が履けて嬉しいです。検診まで少し時間があるので、ドラッグストアに寄ります。オンラインショップで販売予定のバスソルトを買っていきます。
ちなみにドイツの婦人科検診では医師との間にカーテンなどはありません。下半身すっぽんぽんで検診台まで歩きます。女性の皆さん、年に一度は検診に行っていますか？一生お付き合いする体です。子宮頸がん検診などしっかり受けてください。新しくできたビーガンのパン屋さん入ってみます。内装がおしゃれで店員さんもとても優しいです。この赤いケーキが気になります。今日はハノーファー在住の日本人の方とここでランチをします。経営者として活動している方なので、オンラインショップのことなどいろいろと相談しようと思います。ゆっくりコーヒーを飲む時間、本当に贅沢な時間です。3時には息子が小学校から帰ってくるので、私も家に帰ります。ビーガンのパン屋さんで買ったケーキはもちろん紙で包まれています。開けてみてびっくりです。めっちゃ大きいです。乳製品も卵も使っていないケーキ、後でゆっくりいただきます。夫が出張でアメリカに行くからと頼まれていたセーターを買ってきました。リュックサックがパンパンです。ロスマンでもいろいろ買ってきました。これ織物シートなんですが、個包装はされていません。吸収性抜群のドイツの布巾、子供たちの歯磨き粉、ビーガンのシャンプー、あとはノバナセレクトセットに入れる予定のバスソルト。全部は食べきれないので、3分の1くらいいただこうと思います。このクリーム、何で作ってるんでしょうか？夫のジーンズが届きました。ルーディージーンズもスウェーデンのもので、ビーガン商品なんですよね。今日はスウェーデンのものが多いですね。今日はスーパーに行く時間がなかったので、子供たちには焼きそばを作ろうと思います。焼きそばを作ると子供たちのテンションがめちゃくちゃ上がります。日本だと焼きそばの麺も安いですよね。こちらだと一玉200円くらいします。焼きそばはごちそうです。焼きそばソースがうちにないので、お好み焼きソースとだし入り醤油と、そしてオイスターソースで適当に作ります。
息子は全くこのケーキに手をつけませんでしたが、甘いものが大好きな娘はもちろん食いつきました。でもクリームの部分は美味しくないらしいです。さて、夜ご飯の準備をします。豆のパスタを使います。生クリームにナツメグの相性、最高ですよね。ナツメグを取りすぎると中毒症状を起こすので要注意ではありますが、もうすぐ夕飯だという時に息子の友達が遊びに来ました。最近は親同士の連絡なしで子供たちが自由に遊んでいるのでとても楽です。学校で遊ぶ約束をして公園に行ったりと本当に大きく成長したものです。こうやってどんどん子供は親の手から離れていくんですね。とりあえず子供たちにはスイカを食べてもらっときます。遊びに来たお友達の家族と一緒に子供たちはレストランに行きました。母としても妻としても本当にいつも余裕がない、心が広くない私ではありますが、子供たちがすくすく育ってくれていることに本当に感謝です。ゲームの時間を守らなかったり、なんで今ここでそのドレス着るんとイライラしたり、5分ごとに勃発する兄弟喧嘩を見てイライラしたり、本当にイラ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 することが多いんですが、子供たちが成人したらそんな時間もとても貴重で、楽しかったことを思い出してきっと私は泣くんだろうなと思います。ママ大好きと特に息子はよく私に言ってくれます。そんなことを言いながら私と手をつないでくれるのはいつまでなんやろうって思うと泣けてきます。今この年齢の子供たちと過ごす時間を楽しんでとコメントもよくいただきます。二度と戻ってこないこの瞬間をしっかりと楽しもうと思います。皆さんの応援コメント、いつも温かい気持ちになりながら読ませていただいています。これからも自分らしく楽しく皆さんに楽しんでいただけるように、ドイツ暮らしの日常風景をお届けしたいと思います。普段のドイツ暮らしの様子や私のドイツ暮らしの正直な思いなどをインスタグラムやボイシーでお届けしていますので、そちらもフォローしていただけると嬉しいです。インスタライブも今後やっていきたいなと思っています。それでは今日も最後まで見てくださってありがとうございました。